突然ですがこちらのお弁当、商品として OK なのは左、右は NG なんですが、何が違うか分かりますか？長尾かな、3秒でお答えください。無味、 NG の方は無味。無味って何ですか？答えはこちらの AI が瞬時に判定します。全部検査をしてますので何も問題がなかったので普通に今ということで、今 NG ということで弾かれたんですけど、中身の検査をしてたんですけど、これの物の配置が違うということで、一つ出すとやっぱりそこで作ったもの全部ロットが返品されるっていうことがあるので、まあ、SDGs 的なことも考えると正しく出荷できるようにというところのお手伝いができればなということで、ちゃんぽんでおなじみリンガーハットが自社工場で独自に作った検査システム、既存の生産ラインに加えるだけという手軽さが受け、お菓子やかまぼこの工場などで導入されているそうです。食に関する関わる新たなビジネスチャンスや課題解決の場にしてもらおうという商談会、フードスタイル九州2023、42の都道府県から食品やサービスなどの企業や団体1100社が参加、西日本最大級の商談会です。今まで見たことがないような、そのちょっと探していきたいなというので、プロの皆さんもワクワクします。容器やカトラリーを紹介するコーナーでは環境に配慮した素材のものも多く見られました。主催者が今年のトレンドとして挙げているのが輸出や観光。円安自体も現地での その購買に影響していて、逆に香港に至っては日本が近いので香港で買うよりも日本に来ちゃおうって考えている方が今多い。円安や日本食の人気を意識した海外進出や、その土地でしか体験できない食サービスに注目が集まっているということです。